ございます。おはようございま す。はい、じゅんです。おっぱです。いちかるです。こんな感じでいいのかな。 OK です。はい、はい、今日はですね、茨城にある筑波国際カントリークラブに来ています。久々のおっぱちゃん、はい、多分 2,3 回出てくれたかな。そうだね、いろんな場面でね。いろんな場面で。見た。寝起きみたいなテンションだったやつ見た。今日テンション高めで。はい、お願いします。今日初登場のいちかちゃん。はじめまして、いちかるです。いちかる。あ、いちかるって、そう、あだ名で。あだ名でいちかるちゃんね。いちかるちゃん。いちかるちゃんです。いちかで大丈夫です。いちかで大丈夫。はい。まあ、いちかちゃんのプロフィールと、まあ、久々のおっぱちゃんなんで、おっぱちゃんのプロフィールも、まあ、ラウンドしながら聞いていければ。思います。はい、じゃあ今日はね、あのゆるゆる赤 T からやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。いや、今日はあの美人2人とラウンドできるってことですごい楽しみにしたんですけど、おっぱちゃんもいちかるちゃんも2人とももともとレースクイーン、レースクイーンね。おっぱとの出会いはもうレースクイーンやってる時だもん、ね、そうだね。懐かしい。懐かしい。5年、6年2016年までなの。うん、でもそっか、その時ぐらいにあって、うん、黄色のコスチュームを着てこうやってやってた。あ、サーキットで知り合ったの。いや、誕生日会で会ってるんだけど、プライベートで。そう、その時いたんだけど、なんかそんなワイワイ喋るような感じではなかったんだけど、そうそうそう、翌日にサーキット見に行くって言ってて、そしたらおっぱもういるよって話だったらしくて、でサーキットで、松本清志郎えちかちゃんは何着てたの。私は青のなんかコベルコっていう、ご安全にってやって、よしよしよし、ご安全にってやってた。いいじゃん、よしよしよし、ご安全にいちかるですって。YouTube いちかる、いちかる、え、マジ。わーってなった。すごくない、すごくない。え、いちかるちゃんはなんだっけ、なんたらオブザイヤー。あ、そう、レースクイーンオブザイヤー2017-18。2017-18する2017年から18年。あ、なるほどね。それのもうナンバーワンってことか。うん、まぐれでもらって。いやいやいや、そんなことないでしょ。実力です。その時の写真がここに出てる。こっちからかな。打てるかな。いける、いけますね。はい、はい、とかした方がいいかも。そうだね、じゃあ私から撮って。うん、左打ちすぎるとめっちゃ狭いね。右に、右の肩方面だね。肩方面ですね。じゃあお願いします。お願いします。どこ打ったらいいんだろうね。突き抜けるかな。ちょっとでも突き抜けそうだよね。あんまり右行きすぎて。押さえて打つ。よいしょ。良き。完璧だわ。完璧。ナイス。こんな行けるのすごいね。ありがとうございます。私が旗越えてたから。右でも、まあ、ギリ大丈夫じゃない。そうだよね、うん、ちょっと旗の間ぐらい。じゃあお願いします。お願いします。合ってるかな。オッケー。あっ、まあ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 、安全安全。安全だけど、お、いいねいいね。よくわかんないところにちょっと下に入ったんだけどね。だからあの青くいぐらいまでも行かないと思うんだけど。あ、じゃあ、あのちっちゃい木を狙った方がいいね。ちっちゃい木を狙った。よろしくお願いします。
150ぐらい打っていいのかな、もしかして。まあいっか、手前でね。多分130の上りで140ぐらいあると思うんですけど、6番で打ちます。右向いてた、うん、ありがとうございます。奥なんかあるのかな。73 50で うまい。いいかも、いいかも、いいかも。3度 P です。5ぐらいあるかな。うまい、うまいよ。ナイス、あやったー。ナイスアプローチ、ナイスアプローチ。さっきのも56でよかったね。よかったかな。まっすぐかな。ちょいスラに見える。ちょいスラっぽいよね。いいね、うまい、うまい、入れ。あー、入んない。打ったね。結構打っちゃったよ。あ、あー、入らない。オッケー、ありがとうございます。あ、見つけた。オッケー。ありがとうございます。そういう缶コーヒーをさ、うん、私もよく飲むの、ゴルフ場でね。そしたら、美味しいよね。うん、そしたらさ、うん、ある男の人がさ、うん、それ飲んでる人ってさ、労働者の人でさ、偏見ね、偏見。まあ、労働者だけど。なんか、そういう人しか飲まないんじゃないのとか言われて、いや、マジ毎回飲むんだけど。私も飲む。ゴルフ場で飲む缶コーヒーが一番うまい。しかもちょっと甘いやつね。ビドかその甘いやつがいいよね。うん、たまにブラック飲むんだけど。あ、分かる。今イカイヨだからちょっとこう優しめのミルク。優しめね。ミルク入り。イカイヨってなんでなってたの？ストレス？マジで。あんまりストレスは感じないような。イカイヨって相当だよね。相当だよ。うん、溶けてるやつ。しかもそれにずっと気づいてなかったからね。うん、あ、見る胃のなんかめっちゃ綺麗なイカイヨが。痛くないか。海洋って何？イボ？なんか白のなんかなんだろう、ふやけてる感じ。綺麗なイカ洋できてますね。褒められた。記念にどうですかって言われたから持って帰ってきた。マジで。記念ってなんだろう。インスタに上げてよ。私のイカ洋。映えてる。缶コーヒーの話がイカ洋の話になった。ユーティリティでどうかな。ユーティリティのやつ？でかいかな。まあ大きいと特に巻いちゃったら終わるから、巻いちゃったら終わるか。手前から行こう一緒に。だ120ぐらい。7番でしょ。いやでも上げてんだよね。右目で行きたいよね。うん、右目で行きたい、右目で行きたい。やばい、左じゃん。OB だね。やっちゃいけないやつやった一番。でも音すごい良かった。ありがとう。ね、なんか方向が分かんない。だよね。取りづらい。うわ、オッパーちょっと右向いてたけど。右向きすぎたね。あ、でも落ちて。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。おおおお、出
出てきた出てきた出てきた。おお、いい、一番いい。しんどい。これちょっとここしんどい。難しいね。難しい。私のやつ見ちゃったからね。おお、いい当たり。いい？うん、いいよ。動かない。手前からね。手前から。ナイスショット。ありがとうございます。ボール？ボールだ。あ、出てる。あれ赤いの。ホロウェイだよね。あ、そうだね。やった。サッカーボールでしょ。うん。OB だと思ってたら。嬉しい。嬉しい。あ、いつかちゃんの背中書いてないんだ。そう。本当はこっちが良かったんだけど、うん、ちょっと在庫がなくて。それメンズってことじゃん。そう、これメンズの XL で、でもなんか店員のスタッフさんにちょっと止められて、メンズ着るのみたいな。え、いいじゃん、可愛いじゃんね。可愛いよね。可愛い。ワンピースみたいな。今日私だけはぶられてる。ふたりはさ。あ、じゃあこれを代わりに。あ、ガラスレレサレクションの。いや、めっちゃラッキーだよね。わ、この芝は絡みます。とりあえず乗せたい。まあまあ、うまい。あー、ちょっと短いね。いやでもいいんじゃない。パターでいける。パターでいける。あ、うまい。全然足りなかった。恥ずかしい。かわいい。うまい。うまい。うまい。やった。この間、今年散々ラウンドしてるのに、100を切れてなくて、マジで先週やっと97だったの。おやったってなって、だからこの調子で今日も100を切れたらいい。どうしたの？わかんない。最近でもやってなかったの？ずっと。去年やってなかった。あ、そっか。で、今年も9月1ヶ月間やってなかった。いちかちゃんはベストどれぐらいですか？私ベスト92。あ、92？ なんかすごい公園みたいなゴルフ場で92で、公園私より全然上手い人たちが本当に全然なんか無理ここみたいな感じだったんだけど、なんか私だけすごい調子よくて。公園で？そう、なんか公園この基本全部こういう土なの。あ、はい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 、すごいなんか打ちやすくて逆に。そう、でも今年に入ってからまた2回くらいしか切れてないから。じゃあ今日は頑張って。先々週が100だったので、今日は99狙いで。お、1だ1だ。左側狙いで。よいしょ。右側です。ほんと左手、木が邪魔じゃないといいんだけど。大丈夫かな。大丈夫。マジ？スライスする場合はもうちょっと左見た方がいいかな。OK！
難しいですか。難しい気がする。初めて来た。そうですよね。うん、探り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 。いいよ、頑張ります。今日は新しいカメラマンさんというか新人カメラマンの山ちゃんです。はい緊張してる。恥ずかしい。はい、125登ってるので7番アイアンですね。ナイス。ナイス。大きいかな。なんだろう。止まんないんだよね、なんか。止まらない。なんか。9番。失敗。下手くそだ。今アプローチ打ってるみたいな感じで構えるんです。結構低く出せるから。そうそう、でもうちょっと 長く持って大丈夫。そうそうそう、それでそうちょっと左向いて今ね構えてる時にフェースが開いてるからこんぐらい。あ、そうなんだ。そうアプローチの時、そう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 、 OK。 それでそのまま打てば。うまい。ナイス。でかい？あ、いいんじゃない？全然全然。うまいじゃん。めっちゃうまい。やった、嬉しい。すごい。ぴょんぴょんしてる。左打ち。うまい。ナイス。ナイスパー。おいい。